え、突然の対応なのにそんなこと言っちゃうの？皆さんは世界唯一の単一王朝国家と言われてどこの国を思い浮かべるでしょうか？その国というのは、そう、私たちの住む日本のことです。その王朝というのが、いわゆる皇室のことですね。私たち日本人にもその日常などについてあまり情報が公開されないので知らない部分が多いです。ましてや海外から見ればベールに包まれた謎多き存在といったところでしょうか。しかし最近になって皇室が公式インスタグラムで写真を公開するなど、少し事情が変わってきているような印象もありますね。今回は世界から見た日本の皇室と、ちょっとした炎上騒ぎも起きるなど世界に衝撃をもたらしている愛子様の行動について解説していきます。どうぞ最後までご覧くださいね。1. 世界をざわつかせたティアラ騒動。天皇皇后両陛下の長女愛子さまは成年皇族になられ、私たちの目に触れる機会も増えてきましたよね。と同時に、その振る舞いから伝わってくるのが地に足のついたお考えなのではないでしょうか。印象的だったのは、20歳の誕生日を迎え成年行事の際に身につけられたティアラの件です。ロングドレスにティアラは皇族の正装なのだそうですが、愛子さまはこのティアラをおばの黒田清子さんから借りられたというのです。理由はコロナ禍で国民生活に影響が出ていることに配慮したからとのこと。これまでは成人の際、ご本人用のティアラを新調するのが慣例でした。いとこにあたる眞子さんや佳子さまは3000万円近くかけてティアラを製作しています。しかし時期もあり、今そこにお金をかける必要があるのかと愛子さまはお考えになったということなのでしょう。そして慣例にとらわれず、自身のことは自身できっちりお決めになり、国民に寄り添うことを徹底されるお姿は清々しく偉大に映ります。天皇皇后の長女がティアラを借りたという一件は世界でも話題を呼びました。イタリア紙は、このティアラは配慮と思慮深さの証だと愛子さまの行動を絶賛。またドイツ紙も、たった一日の行事で無私無欲の一端を示されたと称賛しています。一方でイギリスのタブロイド紙がこんな報道をして世界を騒然とさせました。日本はティアラを新調する予算がない。これには日本のメディアや国民なども反発。またイギリスでも物議を醸すことになり、炎上騒ぎにまで発展しました。国が貧しいからティアラを作れないというようなことでは全くないことは、少し考えればわかるはずなのですが、誰が見てもあまりに適当な報道であり、報道した側が責められるのも無理はありませんよね。2. 世界最古で世界唯一の単一王朝国家とは。日本は世界唯一の単一王朝と同時に世界最古の国と言われることもあります。一体どういうことなのでしょうか。古事記や日本書紀では、神武天皇が即位した紀元前660年が建国日となっています。神武天皇といえば、天照大神の長男の子孫とされている人物で、今の天皇、金城天皇まで2700年近く、126代にわたってこの血統が続いていると言われているんです。ただ神武天皇の時代の話になると、いやいや神話の世界でしょという人もいらっしゃることでしょう。史実が曖昧な部分は除いて、現存する資料より王朝が交代したという記録がない紀元後500年代が実質の建国の時期と考えた場合でも、建国から1500年ほどが経っているということになります。ちなみに数十年前まで世界最古の皇室だったのがエチオピアです。エチオピアの帝政は紀元前10世紀頃から3000年続いたとされていましたが、1974年のクーデターをきっかけに翌年帝政が廃止となっています。エチオピアに代わって世界最古の皇室となったのが日本なんですね。
王政の歴史の長いイメージのあるヨーロッパの国々と比べても日本の皇室が一番長い歴史を持っています。2位のデンマークでも紀元後900年代頃、3位のイギリスは1066年が起源で、それぞれ1000年前後の歴史であることを考えると1500年というのは他を圧倒しています。またその歴史の中で100代以上もの間何者にも取って代わられることなく同一皇統で天皇が続いている例は他にないことから世界唯一の単一王朝国家と呼ばれているわけです。日本の歴史の中で国内での戦は数知れず、また世界的な大戦を経てもなお脈々と皇室が受け継がれ現存しているというのは世界的に見ても稀で、実はすごいことなんですね。3. 即位の例に世界が驚嘆。そんな皇室について海外はどのような印象を持っているのでしょうか。2019年30年の時を経て新しい天皇が誕生しました。その際行われた儀式即位の礼はおよそ2000人の賓客を迎えて行われ、海外の人にその存在や意義について知ってもらうきっかけとなりました。即位礼正殿の儀では絵巻物から出てきたような天皇皇后両陛下の装束や建築物、装飾品などが印象に残っている方も多いのではないでしょうか。天皇皇后が身につけられた装束は平安時代から続く宝刀十二一重で、それぞれお二人しか身につけることのできない色が使われています。両陛下が高御倉御頂台に登られた後、天皇が即位を国の内外に宣言するお言葉を述べられるという儀式としては至ってシンプルな内容ですが、おごそかな空気の中に歴史を垣間見られるこの瞬間というのは日本人の私たちにとっても非常に貴重で感慨深いものだったのではないでしょうか。多少の変遷はあれど、儀式の形や装束など古い時代からほとんど変わることなく続いているというのも単一王朝だからこそなせる技なのかもしれませんね。即位の礼はアメリカ CNN やロイターなどが生配信し、世界の人たちの目にも届くことになりました。日本の儀式の様子を見た海外の人たちは総じて感嘆の声を上げています。美しい日本という超近代的な国が古代の文化を今も残し続けているという事実に感動する。なんて優雅な式典なんだろう。金ピカなものがなく、ただただシンプルなのが実にいい。本当に美しく、かけがえのない歴史的瞬間ね。これが伝統というものなのか。歴史のある国は違うってつくづく思ったよ。本来誰も外国のことなんて興味がない。だけど日本だけは世界中の人が敬意を払う国だ。日本の文明は計り知れない奥深さがあるね。それは類を見ないくらい高い教養と尊厳を持つ日本人が作り上げてきたものなんだ。神聖という言葉を思わずにはいられなかった。思ってた以上に荘厳な式典で感動した。ネットやテレビで世界に情報が発信されるようになった今だからこそ、世界の人たちにも知ってもらえるのは嬉しいことですよね。またその後、政府が即位の礼に出席した海外の賓客の感想を公表しています。静寂に包まれた儀式の荘厳さに感銘を受けた。あのような特別な雰囲気の式典が行えるのは世界の王室皇室の中でも日本の皇室のみだ。簡素で日本の伝統の息を示した行事、我が国も近代化だけに走らず良き伝統は維持すべきだ。秩序正しさや国民に負担をかけない配慮が素晴らしい。感想には歴史、厳粛、伝統などのほか、儀式を運営する日本についても正確、規律正しい、心遣いなど高く評価する声が相次ぎました。こういった感想を目の当たりにすると、このような歴史をつないでいく儀式にはお金がかかるというのは通例ですが、国としてつなぐべきものはお金をかけてでも守っていくことも必要だなと感じさせられますね。そんな中で冒頭でご紹介した愛子さまにとってのティアラは
削減できるものだったのかもしれません。4、問われる求心力、イギリスのピンチ。一方、世界に目を向けると、私たち日本人にとってイギリスの王室は割と身近な存在なのではないでしょうか。それぞれ島国で立憲君主制とそのあり方が似ているからかもしれませんね。しかし、長い間その威厳を保ち続けてきたイギリス王室が大きな転換期を迎えています。それはエリザベス女王の死です。在位期間70年7ヶ月、96歳で亡くなるまで、まさに国民に寄り添う形でその存在感を示し続けてきたエリザベス女王は、イギリス国内だけでなく世界で敬愛されてきました。25歳という若さで女王となったエリザベス女王ですが、21歳の時には、私の人生が長くても短くても、生涯公務に我が身を捧げることを皆さんの前で誓いますと宣言し、その覚悟を見せています。そんな女王とどうしても比べられてしまうのがチャールズ新国王です。戴冠式の際には Not my king という文言を掲げて抗議活動する人たちまで現れ、お祝いムード一色と単純にいかない実態が垣間見えました。不人気の一因となっているのが、やはりダイアナ元妃をないがしろにし、個人の願望を優先させてカミラ王妃と再婚したことが大きいと言えるでしょう。結婚や恋愛は本来個人の自由とはいえ、王室という立場上品行方正であってほしいと国民はどうしても思ってしまいます。自身が置かれている立場を鑑みることなく自分の人生を優先させてしまったというイメージは生涯つきまとってしまいますよね。イギリス BBC によりますと、エリザベス女王の国葬中継は国民の 40% にあたるおよそ2800万人が視聴したといいます。一方で、チャールズ新国王の戴冠式は国民のおよそ 28% の1880万人が視聴しています。シチュエーションが違うので単純に比較できるものではありませんが、数字だけ見ると新国王にそこまで関心がないのかなという印象です。やはり推しでない人には興味も関心も持てないというのが、若者を中心とした国民の正直な反応なのかもしれません。先般イギリスに国賓として天皇皇后両陛下が招かれたことは記憶に新しいですが、どんな時も常にお二人で支え合い、国民の支持を得て心から愛されている両陛下を目の当たりにしたチャールズ国王は、少し羨ましい気持ちになったのではないでしょうか。政治にこそ参加しないものの、その国の象徴としての求心力はなくてはならない要素なのだと思わされますね。5、愛子さま国際的な場での対応が話題に。そんなご両親の求心力を引き継いでいるのが愛子さまです。2024年3月にお一人で伊勢神宮を参拝し、大学の卒業と就職などを報告された愛子さまですが、その際、雨にもかかわらず多くの人が愛子さまを待ち、愛子さまと声をかける姿が印象的でした。また愛子さまも沿道の一人一人を確認するかのように顔を上げて見渡し、微笑むお姿は慈愛に満ち、かつ堂々としておられましたよね。さらに参拝の直前に降りしきる雨が止み、日の光がすっと差したというのは有名な話。この様子を見た人からは、奇跡だとか神秘的だなどといった声が相次ぎました。これには天照大神の祝意を感じずにいられないといった国民も多かったようです。実は即位の例でも同じようなことが起こっていたことを覚えている方も多いかもしれませんね。儀式の直前に雨が止んで、美しく日が差し、祝福するかのように虹がかかりましたよね。この時代に何を言ってるの、たまたまでしょという人ももちろんいるとは思いますが、その荘厳なひとときは日本国内、そして世界の人々に神秘と感動を与えるに十分だったと言えるでしょう。そんな愛子さまが公の場で突然のピンチに見舞われたことがあります。ケニア共和国大統領夫妻が賓客として訪れた際、
突然昼食会に出席されることになったのです。実は愛子さまがこういった外交の場に臨むのは初めてのこと。出席される予定だった秋篠宮妃紀子さまが体調不良になったためで、準備をする間もなく外交デビューとなってしまったんです。初めての外交の場が前触れなく突然やってくるなんて、普通なら焦りと緊張でいっぱいになりそうなものです。しかし愛子さまのその時の対応は衝撃を与えるものでした。一国の大統領を前に微笑みをたたえながら堂々と登場された愛子さま、その第一声はハバリ、スワヒリ語で挨拶されたのです。突然のことでたくさんの準備はできないにしても、賓客の心をつかむのには十分すぎる挨拶です。その後はほとんど通訳を介さず英語で会話をなさり、ケニア大統領から次の海外訪問はケニアですねと言われるほど、短い時間の中で見事に親睦を深められたといいます。この様子を見てネット上には絶賛の声が相次ぎました。堂々とでも偉そうでなく、この自然さは急にできることではない。常に自然な表情で、それがまた素敵なお顔で、周囲は癒される。圧倒的なオーラがある。明るく華やかで存在感がある。突然の対応でもここまで冷静に穏やかに自信を持って賓客と親睦を図れるということは、やはり天皇皇后両陛下のなさりようを常に近くでご覧になり、学ばれ自然と身につけられてきたものなのでしょう。生まれながらの気品と、これまで培われてきた所作、機転やコミュニケーション能力など、これからさらに天皇皇后両陛下の手となり足となってご活躍する姿が目に浮かぶようですね。愛子さまは初めての記者会見の際、ご自身の皇室に対する考え方について次のように話されています。上皇陛下が折に触れておっしゃっていて、天皇陛下にも受け継がれている皇室は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にしながら務めを果たすということが基本であり、最も大切にすべき精神であると私は認識しております。このお言葉を聞いて、若き頃のエリザベス女王の言葉が蘇ってくるような感覚を受けた人もいるかもしれません。国民と共にありたいと願う愛子さまのお姿は、私たちにも十分に伝わってきているような気がしますね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。